第3問いきましょう。はい、まあこの問題ちょっとね経路が違うんですけれどもね、はい、途中から似たような問題になってきます。はい、ちょっとやっていきましょう。はい、第3問ね。はい、サイコロを繰り返し投げて出た目の数を加えていく。その合計が4以上になったところで投げることを終了する。はい、今回の問題のね大事なポイントっていうのは、まあいきなり問題読んだだけで分かりますけども、回数が決まっていないと。ってわけですね。まあ実際のゲームでもね、あると思うんですよ。何回勝負で決まってる時もあれば、ね、例えば片方が勝ち越した時に勝負が決まりますとかね、2点差ついたら勝負が決まりますとか、そういう問題ありますよね。で、まあどっちかというとこっちの方が難しいんですよね。回数決まっていない方が難しい。なぜかというと、見た目的には無限にね、可能性があるように見えるからだ。ね。だから難しいということを認識してください。いいかな？はい。で、今回はその合計が4以上になったところで終了する。はい。1の目が出たところで終了する目の出方はというわけですね。はい。まあ、足していって、どうなのかというと、1、2が出ると。はい。ってことなんだけど、まあ、これはね、こんなゲームは今までやったことがないと思うんで、まあ、こういう時はどうするかというと、まずは、はい、やってみようと。ね。まあ、こんなね、やってみよう。やってみよう。みたいな感じですけど、はい。やってみましょうと。ね。こういう謎のね、ルールのゲームっていうのにね、いきなりこんなのを計算でやれる人は一人もいないと。ということで、まずはちょっと試してみて、ね、ルールを把握してみようってことが大事ですね。で、まずね、例えば、振ってみて、はい、5が出ましたって言ったら、これはもう即終了なんですよね。うん。で、わかると思うんですけれども、これね、出た目の合計が4以上なんですけど、サイコロは6あるんで、あれ結構なんか、まず振ってみるだけで、自分でね、頭の中振ってもいいかもしれないね。なんか、意外とすぐ終わっちゃうどころか、まあなんていうのかな、4、5、6が出たら即終了なんですよね。うん、だから1回で終わることも全然ありますよ、ということがまずわかるわけですね。うん。だまずわかることは、4、5、6で、もうすぐに終わっちゃうよと、ね、これはもうちょっとだけシミュレートしただけですぐ分かることだと思うんですよね。サイコロが6面あるんで、なんか結構話がね、狭い話だなと。つまり1か2か3が出てこないと2回目にすらいけないということですね。はい。じゃあ次なんだけれども、まあここは具体的にね、そこにも書いてある通り数えていきましょうというわけだ。はい。じゃあラストが1というのをちょっと考えてみましょうか。そしたら、まず何が考えられるかって言ったら、まあ、できるだけゲームをしたいときはこうなりますよね。1を3回出してから、ラスト1になる。ね。こんな考え方ができますよね。はい、次はどうでしょうか。まあ、1が出て、2が出るって言ったら話が違ってくるかな。そうしたら、今3になってるから、ラストは1で、全部で3回終了ですね。あとは最初に2が出てもいいですよね。で、1と。あとは3が出ちゃったらもうあとは1が出るしかないと。こんな感じかな。でもこれしかないんですよね。で、まあ答えはこれで1の目が出たところで終了するのは4通りですと。まあ答えは出たんだけれども、なんかちょっと次につながらないような感じがしますよね。うん。というわけで、まあここまでやったんだから、まあね、今度はじゃあ次のやつも考えてみましょうかと。はい、最後が2で終了する場合を考えてみましょう。そしたらどうなりますかっていうと、まず、111。で、もう一回1が出たら4になっちゃいますね。ここで、はい、2を出すと、これで5になって終了しますね。はい、終了条件は4以上なんで、これでも間違いなく OK ということですね。はい、次は、1、2と出して、ラスト2出したって OK ですよね、と。こういうことですね。で、実は、まあ、1、3はダメですね。うん。で、これで終わりかな、ここは。で、そうすると、まあ、実は、1、1と出して2出す。っていう手もありますね。うん。じゃあ次、じゃあちょっと一番最初のやつをでかくしようか。はい、2を出したらどうですかって言ったら、2を出して、1を出して、そしたら3なんで2を出して終了ってできるわけですね。で、次は、そうですね。で、そっか。2出した後、また2を出してもいいわけですね。これで OK ですね。で、ラストは、はい、3出して、2出して終了と。うん。
まあこれでまた答えは6通りで出たんだけれども、まあねこれで答え出ますと。うん、でも場合によってはこれでね全部数えていけば終わりじゃないかと思う人もいるかもしれないんですよね。うん、まあ実は思いつかなかったらこれもすごくありな話です、ね。まあ、これなんか樹形図もどきというか、まあ、ひたすら数えていく感じですね。うん、それも全く問題ないということなんだけど、まあ、せっかくだからちょっと考えてみましょうかということだね。で、まあ、そこに書いてあるけれども、なんかちょっとデジャブ感があるわけですよね。この辺に111121、あ、11は違うな。あ、また消しちゃった。ちょっと待ってね。あとこいつか、デジャブガンのこれね。うん、で何かというと、これがそう前のこれと非常に似ているとね。111121211311とこちらですか。111で212で221で232で2とね。だからこれが前と一緒ですよねと。じゃあこれ何が違うのかっていうと、これはこいつらは全部合計が5のやつですね。じゃあなんで5なのって言ったら、そこまでが3になっていた状態で最後に2を追加したからですね。じゃあ残りのやつは何かというと、これが4のやつですね。じゃあなんで4になったのかって言ったら、そこまでが積み重ねが2あったから最後に2足してということになるわけですね。でそうするとどうなるかというと、合計5のやつっていうのは全部これはね、ラスト1の時とパターンがまあ一緒と言っていいでしょうと、ね、つまりラストもね、ラス1までに3を積み重ねてきて最後にっていうことですね。でそこで最後に1を出すか2を出すかの違いしかないということなんですよね。ラス1、いやそうですね、ラスト1ですね。うん、だから最後から2回目までがどうかっていうことが大事なんだということなんですね。はい、とするとこれで何がわかるかっていうと、こういうことですね。最後に2を出して終わるということは何かというとね、こういうことですね。全部で4以上になれば2まで積み上げてラストに2を出すか、3まで積み上げてから2を出すかという、こういう二通りがあるんだということになるんですね。で2まで、3まで積み上げるっていうのはこれ何かというと、ラストが1なやつと一緒の通りになるということになるわけですね。っていうことが分かれば、簡単にできると。はい、で3の目が出た時が終了するっていうのはどういうことかっていうと、そこに書いてあるわけですね。3の目が出て終了っていうのはどういうことかっていうと、1個前の合計がね、1個前の合計が3まで積み上がってる、1個前の合計が2まで積み上がってる、1個前の合計が1まで積み上がってるとね。これに最後に3を出しゃいいってことになるわけですね。でどうなるかというと、はい、3まで積み上がると2まで積み上がるはさっき出したばっかりと、つまりこれが 4+2 で6通りでしょって言ったわけだ。で最後、まあ1まで積み上がって3を出すっていうのは、要するに1回目で1を出して次に3を出せばいいだけなんだから、これは1通りでしょということで、はい、3の目が出たところで終了するのは7通りということになるわけですね。で4の目なんて持っとかないですね。4の目っていうのは要するに今のこの3つに加えて、あとは4をバスンと出して終了するパターンがありますね。これが1通りと。ですから答えが8通りということになるわけですね。はい、というふうにちょっとこういう謎ね、計算はこうやって書いてみて練習してみるというのが大事ですね。でこの時にそう、まあ今言った話だけど、最後ここまで積み上げるとね、つまりその1個前までね、1個前までの合計ということね、ことに気をつけるというのが今回のミソだったということになるんですね。はい、それをいや、こうやって計算することで分かるというわけですね。よろしいでしょうかな。はい、まあやってみないと分からないということです。はい、
じゃあ次の問題ですね。はい、で投げる回数が 1回で終わるという話なんだけど、じゃあ今度は投げる回数の話ですね。はい、1回終了するのはどういう時って言ったら、もうこれは簡単ですね。456を出した時だということで、確率は6分の3で2分の1だということになるわけですね。いいかな。はい、で次は2回なんだけれども、うん、2回ってことは1回目で終わってちゃダメですよね。じゃあ1回目はどうなのかというと、せめて1から3じゃないといけないと、ね、では2回目はってことですね。なんだけれども、これはもう1回目で1から3のどれかって分かってんだから、まあ樹形図で考えればいいじゃないと。はい、じゃあ1回目で1が出てたら、2回目に何出せばいいって言ったら4以上になればいいですよね。だから3、4、5、6のどれか。はい、1回目に2が出てたら2、3、4、5、6のどれか。1回目で3が出てたら、もう何が次が出てもゲームは終了ですよねと、ということですね。はい、これを積み上げると答えはどうなりますか。はい、2回なんで全部で36通りある、 6×6 ですね、分の、はい、これを全部足せばいい。なんで4通りと5通りと6通りですねと。答えは36分の15なんで12分の5と、こういうことになるわけですね。というわけで、もうこれは数えた方が早いんじゃないかというわけですね。じゃああとは3回で積み上がる場合と4回で積み上がる場合と、ね、じゃあ4回の方が簡単だ。はい、4回にするにはもう1を3回出して、でラストにどうなるか、1から6のどれかってことでしかないわけですね。はい、ということなので、はい、6の4乗分の最後に6通りあるけど6で、答えは216分の1ってことですね。6の3乗分の1と。はい、じゃあ3回の時はどうなのって言ったら、まず2回で終了しちゃいけないんだから、11、12、21、この可能性があるわけですね。いいかな。1回目2回目が11、12、21だ。はい、でこれで考えればいいんだから、はい、2、3、4、5、6っていうのと、あとはこれも1、2まで積み上がってますから、1から6全部いいよと。ということで、5、6、6で216分の17通りってわけですね。おお、あと30秒しかない。はい、まあいいかな。これでまあね、1回目、2回目、3回目、4回目の確率が全て出ましたから、期待値っていうのは回数かける確率、回数かける確率を全部やって足し算すれば OK ということになるわけですね。はい。